もう若い頃から兆しが出てたんですね。女子の幸せは20代で決まるってことなんです。今の姿想像できなかったと、毎日頭を変えたんですよ。今日は20代の女子必聴と、女子の幸せは20代で決まる、このテーマでね、今日は動画を撮りたいと思っています。正直今日は是非が問われるようなね、話をします。女性のあなたから顰蹙をね、買うような話を僕はするかもしれません。あなたは僕のことを嫌いになるでしょう。そして僕のアンチが増えることでしょう。それでもいいんです。今日はその覚悟でね、僕はこの動画を撮ることにしました。僕はモテ期をね、来世に持ち越しました。ですからあなたにね、嫌われようがディスられようが、僕は20代女子のためにこの動画を撮ることにしました。もしあなたが幸せになりたいとそう願っているなら、必ず今日の動画最後まで視聴してください。僕のことをね、嫌いになってもいいです。嫌いになってもいいので、ぜひ最後まで視聴してください。僕は脳の使い方、思い込み、信じ込み、刷り込みに気づいて、それをやめることによって、お金、健康、人間関係全てをね、改善して人生にブレイクスルーを起こす、こういう情報を配信しています。興味があったらチャンネル登録ね、してみてください。今日このテーマとして、女子の幸せは20代で決まるという話をするんですけれども、20代ですでに兆しがあるという話をしたいと思います。兆しってなんだと、あなたが20年後幸せになれているかいないかの兆しがもうすでに20代で出ているってことです。僕と妻のね、例をお話ししたいんですけれども、僕は生まれつき胃腸が弱くて、体が弱くてですね、ずっと体調悪かったんです。うちの両親は共働きをしていて、いつもね、収入に困って、人間関係に困って、怪我をしたりね、病気をしたりしていました。父親はね、よく事故とか怪我をして入院していましたね。で、母は仕事に対する不平不満口が多かったです。そして父と母がね、よくね、喧嘩してました。夫婦喧嘩ひどかったんですね。それに対して僕の妻の方はですね、飲食店をしていて、親子でね、仲が良くて、経済的にも豊かで、でスポーツをしていて、健康でね、本当に生き生きしているポジティブな家族なんですね。で、僕はもう20代の頃から体調崩してはね、寝込むっていうことよくありました。で、僕自身仕事に対する不平不満愚痴が多くて、仕事が嫌いで、職を転々としていつもお金に困ってました。ところが妻は自分の好きなことを仕事にして、もう20代からバリバリ働いてお金稼いでました。欲しいものは自分でね、何でも手に入れる、そういう人生を送っていました。もうこの時点で20代から兆しが出てたんですね。20代の方にしてもピンとこないんです。どうしてか、20代30代というのはまだ無理が効く世代なんですね。徹夜で仕事をして乗り切ったりとか、徹夜明け、夜勤明けで遊びに行ったりとかね、多少体がね、だるいなとか体調悪いなと思っても、なんとかね、若さで乗り切れちゃうんですよ。気合とかね、体力とか気力とか、そういう部分で乗り越えられちゃうのが20代30代なんです。ところが40代になるともう無理が効かないんです。根底からなんとかしないと、もうどうにもならない世代になっていくんですね。実際に僕は毎日のように40、50代の今のね、20代の方からすると、お父さんお母さんからのご相談をたくさんいただきます。それは病気だったり、お金だったり、人間関係だったり、非常に皆さんね、苦しんでます。皆さんみんな振り返ると、もう若い頃から兆しが出てたんですね。早い方で言うと、例えば僕みたいに生まれつきっていう方もいます。で、小学校、中学校、あるいは高校ぐらいからこういうことに悩んできたと。もう20代で人生が決まっていたと言ってもいいぐらいです。20代で人生が決まってしまって、その後はどんどんこじれる一方で今にたどり着いたって感じなんですね。今に至っているっていう感じなんです。っていう話をしてもなお、多分20代の方はピンとこないんですよ。いや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 、私は大丈夫と、自分に限っては大丈夫だと思うかもしれません。そういう方にいかに気づいてほしいか、今からね、意識してほしいかっていうことを、僕は最近本当にね、考えてます。20代から兆しが出ているっていうことはどういうことかというと、これはね、別の動画でも話しているので内容ちょっとかぶりますけれども、今20代の女性がこれ見ているとしたら、今のお母さんをよく見てほしいんです。あなたのお母さんが40、50代だとして、今お母さんはお金とか健康とか人間関係で悩んでいないかどうかなんです。そしてお母さんはその20年前、今のあなたと同じぐらいの頃をどんなことで悩んでいたのか、そこをね、ちょっと見てほしいんですね。で、僕はこれね、本当に今から言うことは是非が問われると思います。多分女性これ聞いたら嫌な気がすると思います。是非理解してほしいので、僕は言います。あえて僕はですね、今から本当20年ぐらい前に、これはテレビかラジオか雑誌かはっきりは覚えてないんですけども、ある情報を得たんですね。これどういう情報だったかというと、ある20代の男子がですね、当時僕と同じぐらいの男子がある方に相談してました。芸能人とか有名人に相談していました。今付き合ってる彼女がいると、好きだから結婚したい、ただ本当に彼女と結婚していいかどうか悩んでます、どうしたらいいでしょうかと。それに対して有名人芸能人の方がなんてアドバイスをしていたかっていうと、なるほど、君は今悩んでるんだねと、一つアドバイスしようと、彼女のお母さんを見てごらんと言ったんですよね。彼女のお母さんを、どういうことかというと、今付き合ってる彼女がね、どんなに若くて綺麗でスタイルが良くてね、いい子だったとしても、20
20年後30年後は彼女のお母さんと同じようになるんだよって言ってたんです。その見た目とかスタイルとかその言動とか立ち振る舞いとかそういうのがそのまんまお母さんみたいになっていくんだよって言ってたんですね。だから今の彼女を見て結婚するかどうかではなくて彼女のお母さんを見てあなるほどと20年後30年後ああなるんだなとそれでも君は彼女を受け入れられると20年後も30年後俺は彼女を愛していられるよと受け入れられるのであれば結婚していいと思うよとでも彼女のお母さんを見た時に20年後30年後ああなるんだったらちょっとなって思うぐらいだったら君はやめた方がいいとそういうようなアドバイスをしていた方がいたんです。僕はこの話を20代で聞いた時に正直ねピンとこなかったです。今の彼女じゃなくて彼女のお母さんを見て判断しろピンとこないなと思っていたんです。ところが実際に10年20年経っていくうちにその意味がねなんとなく分かってきました。それは当然ね20代とね30代40代って見た目って変わってくるじゃないですか。なるほどとそういうこと言ってたんだなと。どんなに20代で若くて細くても年を重ねればだんだん見た目って変わってくるじゃないですか。その時にだんだんやっぱりお母さんに似ていくんですよ。見た目とか体型だけじゃなくて言動とか立ち振る舞いもやっぱりそれなりに似ていくんですよ。っていうことをあの時そういうことを言っていたんだなと今だったらわかります。正直ねこういうことを言うと多分女性は嫌な気がすると思います。僕もちょっと男性としてこれ言うのは正直すごく勇気がいることです。これは20代の男性の多くがこれを今聞いても多分ピンとこないと思います。20年前の僕と同じように。でもこれを 40、50 代の男性が聞いていたとしたらいやまさにそうだと。いや20年前は彼女の姿が今の姿想像できなかったと。今になってみるといやもう確かにまんまお母さんになってると。そこをね共感する男性は多いんじゃないかなと。共感する男性がいてもいなくてもいいんですけど、ただそういうことなんですよ。20代で兆しが出ているっていうことはそういうことなんですね。これは何も見た目とかビジュアル的なことだけではなくてお母さんに似ていくんですよ。それはお父さんに似ていく部分ももちろんありますよ。でも病気が遺伝しているんではなくて思考パターンが遺伝してるんですね。ですからお母さんが今何か女性疾患でね悩んでいるとか、女性疾患以外でもいいですけどね、がんとか糖尿病とか何か偏頭痛とかで悩んでいるとしたら20年後あなたも同じような病気の症状身体的な反応で悩んでいる可能性もあります。そしてお母さんが今現在人間関係に悩んでいたりねお金で悩んでいたとしたらあなたも20年後ね同じような悩みを抱えている可能性が高いってことなんです。親が共働きだったんですけれども、僕の母は封筒でねやりくりしてました。生活費、レジャー、新聞代、父親のタバコ、酒代、子供の習い事、茶封筒でやりくりしてました。その時にたったこの1000円をどこに割り振るかで毎日悩んでたんですよ。毎日頭を抱えてたんですよ。それくらい節約をして一生懸命ね僕と姉を育ててくれたんですけれども、それくらいねシビアな生活をしてたんですよ。僕はずっと父親みたいになりたくない、母親のような人生を送りたくない、ずっと思ってきました。ところが脳っていうのはそう思えば思うほど意識をそっちに向けるので、気づいたら20年後まっ全く同じ人生を送ってました。もう愕然としましたね。もうゾッとしました本当に。脳というのはそう思えば思うほど意識をそっちに向けます。脳って言ってもいいですし潜在意識って言ってもいいです。これを僕は反面教師型って言ってるんですけれども、あーにゃなれたくない、思えば思うほど脳は逆に捉えて、あなるほどと、あーにゃなれたくないって言い続けたいんですね。じゃああーにゃなれたくない、そう言い続けられる状況を作り続けましょうねと言って、その現実を作り続けて20年後気づいたら父親と全く同じ人生を送っていた、母親と同じ人生を全く送っていた。こういう方は僕だけじゃなくて非常に多いんですね。20代で兆しが出ている、言い換えると女子の幸せは20代で決まるってことなんです。もちろんこれはね20代の女性に限らず男性にも言えることなんです。僕は体調がますます悪くなって人間関係もこじれて職も転々として全然稼げてなかったです。20代で鬱状態でした。その一方で僕の妻は20代で自分の好きなことを仕事にして稼いで欲しいものは自分で手に入れてました。体育会系でポジティブで人間関係も良かったんですね。もう振り返ると20代で兆し出てました本当に。ただこれを20代の方にね何とか説明しようと思ってもピンとこないんですよ。なぜならお話ししたように20代30代というのはまだ無理が効く状態なんですね。無理が効く世代なんです。だから無理をしてでもなんとかね乗り越えられちゃうんですよ。ところが 40、50 代になるとそうはいきません。土台から根底的にやり直さないともうどうにもならない状態になっていくんですね。さらにそれをスルーしていくと僕みたいに借金絶縁寝たきりになります。別にこれはねあなたを脅したくて言ってるわけではなくて、あなたにね幸せになってほしいから
で売ってるんです。そしてあなた自身が思考パターンを整えることによって、さらにその先にいる男性ですよね、あなたが関わる男性、もちろんね、あなたが関わる男性以外の例えば同性でももちろんそうですけれども、恋人に限らず先輩、後輩、同僚、それからお客さん、取引先、それ以外の場面でもあなたが良くなることによって、その先にいる人たちをもっともっとね、良くしていってほしいなと思うんです。それにはまずあなたが良くなることですよね、あなた自身が幸せになることです。これは他の動画でも話したように、脳がこじれて思い込み信じ込み吸い込みで脳がねパンパンだと、余計なことを言ったりやったりして回りくどいことをしちゃうんですね。シンプルに幸せになりたいだとしたら、シンプルに幸せに手を伸ばせばいいんです。シンプルに幸せをつかめばいいんです。だけど脳がこじれてね、思い込み信じ込み吸い込みでカオスでパンパンだと、余計なことを言ったりやったりして遠回りをして、目の前に幸せが通ってもスルーしちゃうんですね。こういう女性がね非常に多いんです。そして20年後30年後苦しんで悩んで、そして僕に相談する方が多いっていうのはそういうことなんですね。女子の幸せは20代で決まる、その兆候が今すでにもう出てると思います。自分の健康とかお金とか人間関係今どうなってるかな、冷静に自分で自分に問いかけてね、振り返ってみてほしいんです。20年後自分のお母さんの姿が自分なんだな、ちょっとね意識してみるといいと思います。そして今のお母さんが素敵でね、健康で経済的にも恵まれていて人間関係も充実しているだとしたら、全然今のあなたでいいと思います。でももしそうじゃなかったとしたら、今からねどうやって自分で自分の自己肯定感を高めて、自分で自分の承認欲求を満たして幸せになっていくか、それをね僕と一緒にこの動画を通してやっていけたら嬉しいなと思います。今日の動画いかがでしたでしょうか。もしね少しでも参考になったなと思ったら、グッドボタンを押してチャンネル登録ねしてみてください。そしてこの動画をぜひね親しいお友達とか同僚とか先輩とか後輩とかね仲間にねシェアしてもらえると嬉しいです。20年後30年後もね幸せになるために、一緒にこの動画を通じて思考パターンを整えて、健康もお金も人間関係もどんどん改善してね、ブレイクスルーしていきましょう。感想なんかもねコメントに入れてもらえると嬉しいです。それから今後聞きたいことがあったら、ぜひそちらもコメント欄に書き込みしてみてください。それではまた。女性の幸せは20代で決まる。あなたの自己肯定感は何パーセント？今 LINE に登録すると無料で自己肯定感を診断できます。動画の備考欄から今すぐ LINE に登録してください。ご登録お待ちしています。